サーリン・ジー・ハーベイ・ホイルは、イギリスの政治家、庶民院議長、メージャー政権時の1997年、イギリス総選挙で労働党から出馬し、初当選。その後、庶民院副議長、再入院長を2010年6月8日から2019年11月4日まで、約9年間務め、全庶民院議長ジョンバーコーの優待に伴い、庶民院議長に就任した。 1957年6月10日、元労働党議員、ダグホイルッポーリン・スペンサーの息子として、ランカシャー州アドリントンで生まれた。アドリントンのアンダートン郡小学校トボルトンのローズカレッジに通った。なお、庶民院議員として選出される前は、スクリーンに印刷事業を経営していた。1980年のイギリスの地方選挙で、アドリントン教区の 調理自治区評議員に選出され、現職の保守党議員を破った。4回再選され、1994年から1997年まで副議長を務めた。庶民院議員に選出された後も、1998年の地方選挙まで区長として評議会に出席した。1996年2月、1997年、 イギリス総選挙での調理選挙区労働党候補に選ばれ、過半数の得票率で勝利した。調理選挙区で労働党の候補が勝利するのは18年ぶりだった。1997年8月、ダイアナ元妃の死の数日後、彼女の記念碑として、新しい国立小児病院を建設することを提案した。また、ロンドンヒースロー空港の運営会社である、 ヒースローエアポートホールディングスに手紙を送り、空港の名前をダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ空港に変更するよう促した。しかし、結局どちらの提案も実現しなかった。1998年から2010年まで産業委員会の委員、及び2005年から2010年まで欧州監視委員会の委員を務めた。ジブラルタルや授業料などの問題をめぐって、 当時のトニー・ブレア首相と衝突した。それらの衝突に関して私はハントニーではありません。彼のおかげで私たちは当選でき、3回も総選挙に勝利できました。しかし彼が破ってはならない原則と約束があります。と述べた。2010年6月8日、庶民委員副議長に選出された。この任命は庶民委員議長の指名ではなく、 庶民委員議員の投票により初めて行われた。また、2013年1月には、数密顧問官に任命された。2013年3月20日、予算審議への対応が広く、英国民の賞賛を得た。2016年の国民投票では、残留か離脱か、どちらに投票したかを明言しなかった。2017年2月、庶民院での EU 離脱法案の採決中に、 欧州国家を歌ったスコットランド国民党の議員に対して議会は合唱をする場所ではないと述べ強く注意した。同日夜にはその行為が適切であったかをめぐってスコットランド自治政府の前首相アレックス・サモンドと激しい議論を交わした。2017年3月ソーシャルメディア企業に対してイスラム教徒の女性とユダヤ人の国会議員就任の阻止を唱える 侮辱的な投稿を取り締まるために迅速な行動を取ることを要請した。2017年3月22日のウェストミンスターでのテロ攻撃、それに続く庶民員の休会と閉鎖の間、議長代行を務めた。また、議員活動での功績が認められ、2018年の新年女訓でエリザベス女王からナイトに除された。2019年11月4日、 ジョン・バーコーの公認として議長選挙に立候補した。投票に至るまでの数日間、メディアから最有力候補とみなされていた。選挙の1回目、2回目、3回目の投票でかなりのリードを維持したが、勝つために必要な過半数の得票には達しなかった。選挙当日の午後8時20分頃、4回目の投票で議長に選出され、対抗馬のクリス・ブライアントを破り、 合計540票中325票を獲得した。その後、貴族院で正式に王室の承認を得た。官令に従い、選挙後、労働党から離脱した。就任演説で、この議会は変わる。良い方向に変わるのだ。と述べ、透明性のある議長になることを表明するとともに、会員職員の福祉の実現を真剣に目指すことを誓った。 2019年の総選挙後、全会一致で議長に再任された。ありがとうございます。